松林の大黒天博多松林は、福岡市で5月3日と5月4日に開催される祭りである。松林の一つであり、福神、恵比寿、大黒の三福神並びに、地後が福岡や博多の方々を訪問して祝賀する祭り。同日に行われる博多どんたくの起源であり、中核といえるが、現在では博多どんたくのイベントの一つに、包摂されている。 博多松林の名称で記録作成等の措置を講ずべき無形の民族、文化財に選択されている。2020年には国の重要無形民族文化財に指定された。馬は福岡県に本社を構えるカナディアンキャンプ場馬クラブから提供されており、自己防止のため神様役と馬の世話役は同クラブから提供されている博多ドンタクの参加者であるドンタク隊は 市内各地の演舞台でパフォーマンスを繰り広げる。それに対して、博多松林の一行は、演舞台での式典よりもむしろ、福岡県庁舎や福岡市庁舎、警察署、県知事校舎、観光庁、ホテルなどの企業、商家、並びに、市内の神社仏閣など数多くの場所を祝い巡る、ことが主要な目的である。三福神はそれぞれ面や衣装をつけた姿で馬に乗り、 随伴の子供たちが言いたてを歌う。地語は天眼に舞ぬ姿の少女が太鼓、鐘笛、地舞台に合わせて舞を披露する。祝われた側は、返礼に杉原神の一束と扇一本を組み合わせた一束一本を三方に乗せて送るとともに、祝儀や酒、紅白かまぼこ、乾物などでもてなす。貝駅の前国風土記において、 古老の伝えとして、博多松林は1179年に病没した平野盛森の恩恵を射すために始まったとされている。また、元日世紀を博多の人々が発展させたものとも、室町時代の松林の習慣が博多に伝播したものとも考えられている。博多の豪商、神谷宗丹の宗丹日記には、1595年10月29日に畜前領主、 小早川秀明の居城であったなじま城へ、博多の人々が松林を仕立てて、年賀の祝いを行ったと記されている。1599年、小早川秀明が日後の加藤きよまさに年賀の使者を使わしたとき、使者が鉢合わせした松林一行と口論となり、松林の者が侍の一人を馬上から引きずり下ろして撲殺する事件が発生。これにより松林は中止される。 筑前福岡藩、第二代藩主、黒田忠之の命により、中止されていた、博多松林は1642年に再興され、それより、博多松林は、福岡城へ、福岡藩の藩主を表敬するため、正月15日におもむく、年賀行事として行われた。松林一行は、福岡城を表敬した後、博多に戻って、神社仏閣や、 燃料自宅や年寄り宅を祝った。また、松林一行に皇族した主向を凝らした出立ちや、出し物は通り門と呼ばれ、これが現在の博多どんたくにつながる。明治維新後、1872年までは、福岡地藩寺、黒田長近や、有栖川の宮たる人と新能に、年始の表敬を行っていた。しかし、金銭を浪費し、 かつ文明開化にそぐわないという理由で、同年11月に、福岡県からの通達により山笠や盆踊りとともに、正月の松林は禁止されたが、同通達には、天朝節などを祝うようにとあり、1878年に、三福神が紀元節の祝いに繰り出し、翌1879年には三福神、地後、そして福白各町の通り門が紀元節を祝したことが、 資料に残っている。明治30年代からは、鎮魂祭に繰り出し、その他1906年3月9日に、東公園でも要された、軍人歓迎賞大会や、1915年11月10日の、大正天皇即位大典並びに、1928年11月6日の、昭和天皇即位大典といった国の祝いごとに、ちなんで参加した。戦前の松林参加者と、 朝鉾昭和になり戦時色強まる中、1938年をもって松林は、またしても、中止となる。太平洋戦争終結後、1946年5月に、博多復興祭として、空襲被災後の瓦礫の中、子供山笠と共に松林と、どんたくが行われた。翌1947年には5月24日25日に、開催。 1949年からは、前年に制定された、憲法記念日に合わせて5月3日と翌4日を開催日とした。博多どんたくはさらに翌日の5日の子供の日にも行ったりしたが、博多松林は5日に参加することはなかった。博多どんたくがパレード主体となる中、博多松林の伝統を保持する目的で、博多松林会が1953年1月に結成。 同年5月には名称を博多松林保存会とする。翌1954年には福岡県無形文化財に指定され、また1969年には福岡県民族資料に指定される。そして1976年には博多松林の名称で国の選択無形民族文化財に選択された。現在は博多松林振興会が組織され活動している。 太鼓を鳴らしながら、言いたてを歌う博多松林は福神、恵比寿、大黒、地後の4つのグループから構成されており、それぞれ豊富秀吉の博多復興以来の博多の自治組織である流によって当番が務められている。福神は福神長、恵比寿は恵比寿流が、大黒は大黒流が、そして地語は地語東流と地語清流が受け持つ。福神の装束は、 針貫抜きの長い頭、福人の面、茶色の打ち掛け、水色の袴。手に、刀打ち輪を持って、馬にまたがる。太鼓を叩いて、福人の、言いたてを歌いながら子供たちが先を歩き、肩着ぬ、イチャ白旅に、下駄の男性の一団が随行し、三本の傘行を持つ。男女二体の夫婦エビスからなり、共に馬上。男エビスの装束は、エボシ、面。 左脇に大台を抱え、右手に鯛がついた差を持ち、ドンスの服、紫の袴。女エビスの装束は、天眼、弁、袖部羽織、火扇を手に持ち、金の玉を抱え、火の袴。太鼓を叩いて、エビスの言いたてを歌いながら子供たちが先を歩き、片犬、サイチャコ、白旅に、下駄の男性の一団が随行し、三本の傘鉾を持つ。 大黒の装束は、光剣の付金、漆黒の面、ドンスの服、大の柄付きの紺色の袴、金卵の借金袋を背負い、手には小打ち、騎乗する馬には、米俵が二つ付けられる。太鼓を叩いて、大黒の言いたてを歌いながら子供たちが先を歩き、片着ぬ、イ着ャ白旅に、下駄の男性の一団が随行し、三本の傘歩行を持つ。は天 前犬、中継の奥義、火馬釜の姿の少女たちで、これにえぼし、ひたたれ、たちを刺した少年たちが伴って、前の時には笛や鼓の四拍子を奏でる。随伴する男性らは片ぬカルさん、白旅に、下駄で、地ゴの字を描いた黄色のズキンをかぶり、自由体を歌う。地ゴ流は三福神とは別皇帝で、福岡博多を巡る。 また、東流と西流が2年ごとに交代で、地後流を登板する。傘鉾は、神のよりしろとなる、出汁をいただきに、傘には6枚の、タれを下げる。タれには歯舞台を用い、水木が等が寄号される。近年は、流で1本、陶板町で1本、博多松林振公会が製作した、古式傘鉾1本の合計3本の傘鉾を、奉納している。 傘行をくぐると病気にかからないと言われている。ありがとうございます。